朝から晩まで何から何までなんだったも私もちゃんとしないと朝から晩まで何から何までこれから始めるちゃんとしないと。はい、こんばんは。こんばんは。本日も生放送で始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと。はい、なんと祝30回おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、長いようで短いようで30回ですよ。どうですか。まあこんなに続くとは思われませんでしたいやいや、続きますよ、まだまだ、うん、まあまだ道半ばですけど、うん、目標はまあ最低100回、うん、ということまだ3分の1ですかね。はい、ということで今日はまあちょっと30回特別記念ということで、うんうん、ちょっと一回振り返ってみたらどうかなと思って、この番組を。なるほど。一回ちょっと振り返ってまた次のステップに行けたらなと思いまして、うんうんうん、今日はちょっとそういう特集でいきたいと思う。その前に、おう、まだのりちゃんと、あ、もう大ちゃんとは終了してますねメールすら来てないっていうね。これやる気の差がすごいよね。沖縄の人は継続力が課題だね、やっぱり。そうだね。そこの分、このりちゃんはね、うん、今日もあの仕事で生放送は聞けませんが、ユーストリーム聞きますと。で、なんと、高校野球の沖縄県大会で、はい、まあ、まさきと、直しの母校である昭和薬科附属高校が1回戦突破。おめでとう。なんと、ね、2年ぶりね。はい。なんと勝ったのは沖縄水産というね。沖水。もう名門ですよね。名門中の沖縄水産といえば。はい。僕も広島にというか知ってましたけど。あ、そうなの。沖水はもう有名。ちょうどなんか荒垣渚とか。はいはいはい。の時代だったんで、それに勝つというね。そしてなんと監督がね、また同級生の。同級生、国吉監督。はい。すごいね。グラウンドも使えないし。そうだよ、これ。学校今建て替えてて、グラウンドもないわけ。うん。そ、うん、の中でね。すごいな。もうまたぜひね、うん、また2回戦3回戦と勝っていただきたいなと、うん、はい。なんと我らがカープも11連勝、はい、お、32年ぶり。もう優勝に向けてもまっしぐらですね。これも楽しみですね。まあそれは別に楽しみじゃないけどまあイーブンでしょ、これ。それぞれのお金が飛ぶだけだからね、はい。まあそういうことで、はい、オープニングはこの辺で、はい、じゃあ早速、うん、この新しい企画というかやってみたいと思いますが、徳ちゃんミュージックの方お願いします。第1回ちゃんとデミー賞なんじゃそりゃって話ですけどね。とうとう、まあ、来ましたね。この季節がやってきましたね。あのラジオ界のアカデミー賞とも言われてるこの賞ですね。ちゃんとデミー賞ちゃんとデミー賞来ましたね、この季節が。まあね、今回もどんな作品。今回はあの、はい、パイパニックの。パイパニックの、マサプリオさんが。マサプリオさん、無冠の帝王。無冠の帝王が、果たして、受賞するのかっていう、受賞するかってなって、受するのかね。どんな作品がノミネートされて、はい、どういう賞があるのかというところで。早速、最初の賞ですね、うん。はい。ベストオブテレフォン。ベストオブテレフォン。ノミネート作品は、一作品。一作品だけか。はい。うん、早速ちょっと、はい、ノミネート作品をお聞きください、うん、はいはい、お願いします。これ何コールとか、あ、もしもし、はいはい、大地さんですか。テンションが低い。誰の番号か。え、あのFM ギのあのちゃんとしないとですけれども。おお、こんばんは。こんばんは。聞いてたのかな。聞いてました、ラジオ。ラジオ聞いてないです。ひどい、ひどいな。あとでニューストリームで聞きます。あ、あとで。今生放送中で流れてるんですけど。本当ですか。はい。本当、今どこですか。今実家にいます。あ、実家に、ね。あ、なんか那覇の方ではないんですね。あ、那覇では、那覇ではない。聞いてないかもね、ちゃんと実家にいます。あ、ちゃんと実家にいます。ちゃんと実家に。お、いいですね。はい、クイズに答えて商品豪華、商品ゲットなんですけど、あ、いいですか。お願いします。あ、はい、今日でちゃんとしないとは放送何回目でしょうか。今日で12回目です。はい、ブー、切ってんよもう。残念でした。
はい、ということで、はい、ベストオブテレフォンは、石川大吾さんが、見事、20回目だけど、12回目ということでね、ベストオブを受賞されたんですね。すごいね、これまあ、後日談なんですけど、はい、実家で、はい、まあ、これから沖縄にね、結構ね、移住するっていうことで、いろいろ母親と、ああああね、真面目な話をしてたっていうね、そんな時に電話してしまったっていうことね。ちょっとぜひね、うん、受賞の声聞きたいんですけど、確かに聞けますかね。ちょっと生電話してみます。やってみます、うん、で一応何回目の放送かも聞いてみましょう。あ、そうだね、うん、またミラクル起きるかな。さっき20回目の時12だから、それに10足して多分22っていう言うはずねおちょっと、まあ、繋がらんかったらもう次行きます。そうだね、もうこれ本当に仕込みなしなんで。取るかな、また実家かなおかかったよ。ジェフォン取るかな、どうでしょうか。いや、3コールはもう無理じゃない。無理かな、まだ間に合うよ。おあ、はい、受賞おめでとうございます直しがダメなんだ。直しですけど。おお。ラジオ聞いてました？ラジオ、ユーストリームがちょっと起動しない。受賞の気持ち聞いて。ちゃんとデミー賞のベストオブテレフォン受賞したんです。ああ、ベストオブの。ベストオブ何？ベストオブテレフォン、はい。受賞したお気持ちをちょっとお願いしたいんですが。いや、すごく嬉しいです。ちなみにですね、今日は何回目の放送でしょうか？今日は13回。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わかって。なんで13回って。もう狙いに行ってるよね。狙いに行ってる、ね。はい。まあでも、ちょっと聞いてなかったのが残念でしたけど。まあでもよかったですね。はい。はい。ということで、ベストオブテレフォンは、大臣の、12回。すごいね。初ノミネートで初受賞。はい。おめでとうございます。ということで。はい。一応、あと、実はね、うん、まあ、このせいかあれかですけど、ちょっと彼は宣言を。ああ、宣言が。はい。ラジオに向けて実はしてくれてまして、こんな前半であいつにこんな尺取ってんの、はい、でも面白いから、はいはい、ちょっと宣言聞いてください。石川大吾はちゃんとしないと第50回のエンディングで歌います。はい、50回目でカラオケ全然歌わないですよ ね、 そうですね、歌わない彼が50回目歌う、はい、歌うだって大臣の車乗ったことある？ないです。音量2だから消音と一緒だね、もうほぼ消してる。全然音楽聞こえない、うん、それが50回で歌ってくれるってことなんで、カラオケ嫌いらしいです、はいはい、それも皆さんぜひ楽しみにしていただいて、はい、ということで受賞おめでとうございました。はい、おめでとうございます。じゃあ 続いていきましょうね。はい、続いてベストオブ週刊ちゃんとということで、まあ我々のメインコーナーである週刊ちゃんとですけど、うん、まあね、時には真面目に、うん、時にはちょっと面白くっていうところで、切り返しがちょっとまあ見どころでもあるので、はい、今回このベストオブ週刊ちゃんとにノミネートされた作品5作品ありますので、はいはいはい、これをちょっとパパパと5作品一気にお届けして、久田直志くんの方からまあ大賞の方を発表していただきたいと思いますので、okay、それではお願いします。5月14日沖縄タイムス地域面からですね、うるま特産に地魚の干物ということで、地元で採れた魚で新たな特産品を作ろうと市が地魚を使った干物の開発を進めていると、うん、でこれ開発指導したのは市農水産業活性アドバイザー、山口県萩市にある道の駅萩市マートの駅長中澤魚さんで、中澤さんによると、うん、沖縄の稚魚は脂分、油分が少なめで、うん、水分が多く淡白なため干すことで旨味が増し干物向きだと。ただ、まあ、沖縄年間通して気温が高いんで干してるともう火が通ってしまうと、うん、で本来は干物加工に不向きなんだけど、この最近では本土でも冷風乾燥機っていう機械を使って室内で加工するのが一般的だといい、沖縄の環境でも干物が作れる時代になったと説明したということで、これどうですか。キス
ビタマンの口ひものは臭くない。ちょっと意味がよくわかんないですけど、なんでこの歌。ひもの京介でしょ。いやいや遠い、癖がすごい。はい、ということでまず最初はひもの京介がノミネートしましたけど、なるほどね、なかなか面白い切り返しだったんですね、うん、続いてお願いします。4月6日、琉球新報社会面、青かなヘビ意外といたということで、県環境部はこのほど県内小学生が去年の夏休みに身の回りの固有種や外来種を調査した内な小学生夏休み生き物一斉調査の結果をまとめたと。で、奄美諸島や県内で生息数が減っていると見られていた固有種の青かなヘビが北谷町や久米島町で多く見つかったと。で、住民安田中など地域によって呼び名が多岐に渡っていることも明らかになったということで、これどうですか。青かなヘビ意外といた、探してみたら意外といた、あいつらは減ってない、チャタンに多い。いいね、いい、覚えやすいね。意外といたってくれ。どれぐらいとかじゃない、意外といた。はい、ということで青かなヘビ意外といたでしたけど、よかったです。僕個人的にはこれかなりはまったし、ね、覚えられた。チャタンに意外といるっていうね。そんな記事ある。これ面白かったです。続いて、はい、はい、お願いします。今日16日沖縄タイムス暮らし面、お一戸建て改装シェアハウスに英語を学びたい人同士が集まり、今や台所を共有して生活するイングリッシュシェアハウスさくらが今月那覇市首里いじめにオープンした。シェアハウス内では英会話教室やイベントがあり、語学力を磨きながら住人同士が交流する。これどうですか。チャンスだ。ちょっと英語バージョンになってるわ。英語意識してるし、そう。なんで最後のスタオ。いいですね、これも良かったですよね、英語版。ちゃんとステルでしたね、3作品。続いて4作品もお願いします。沖縄タイムス1月12日火曜日の今度地域面、うん、68歳から100歳、花嫁姿12人ファッションショー那覇、ウェーバルにあるデイサービスセンター琉球園で12月22日、うん、同施設を利用する68歳から100歳までの女性12人がモデルとなったウェディングドレスのファッションショーが開かれた。モデルが登場すると観客から大きな拍手と歓声が上がったと、うん、覚えてます。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる tonight。 いいね、なんか鐘も鳴ってましたよ。後ろで完全に鐘が鳴ってましたね、安室さんね。ねえ、これすごいね、68歳が100歳だよ、うん、もう写真あるけど、もうすごいよ。はい、ということで鐘も鳴るっていうね、これもなかなか好きでしたけど。はい、最後お願いします。5月16日琉球新報社会面、国道58号70分封鎖ということで、牧港で不発弾処理ということで、浦添市牧港で見つかった米国製5インチ艦砲弾の不発弾処理が15日午前現地で行われたと、うん、で午前9時45分から作業終了の10時55分までの1時間10分の間、牧港の国道58号線が300メートルにわたって封鎖されたということで、これどうですか。58号線封鎖できません。封鎖してるよ。封鎖してますからね、封鎖してますからね。という5作品でしたけど、どうでしたか、久田さん、振り返ってみて。審査委員長、とても面白いものばっかりです。初めて聞いたのばっかりでしょ。いやいやいや、聞いてますよね、ちゃんと聞いてるよ。この中でちょっとやっぱね、ちょっと選びにくいかもしれないですが、あえてちょっと対象作品を決めていただきたいんですが、
僕が決めていいですか。はいはいはい、客観的な目で。58号線で。あーい、58号線、初受賞、岡山さん感想どうですか。全部ノミネートされてましたけど。まあどれか当たるなと思って。でしょうね。でしょうね。本人しかノミネートしてないですからね。でもまあ58号線沿いもね、うん、初だからね、戦後、はいはい、ということで、なかなかまあね、僕らもいろいろネタをこう考えながらやってるんですけど、まあ振り返ってみると面白いですね、はいはい、ということで今回は58号線封鎖できませんがベストオブ週刊ちゃんとということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。続いて、はいはいはい、ベストオブアドリブということで、基本大体ネタ仕込みに行ってるんですけど、うん、やっぱトークの中で、うん、アドリブがね、うん、たまにこう炸裂するのがあって、はい、今回1作品見事にノミネートされてますんで、うん、ちょっとそれを聞いていただきたいと思います、はい、どうぞ。12月12日、うん、沖縄タイムスから、はい、あさと兄弟そろばん日本一、これは、合わせのそろばん教室に通うあさと3兄弟がいて、ちょっと名前ね、ちょっとルビーがないんで間違えたあれなんで、とりあえずお姉ちゃん2人10歳と9歳と、うん、弟7歳の兄弟がソロ版の全国大会で日本一になった。これどうですか。ちゃんとしてる。パッチン。パッとつってましたね。これすごくない。すごいね。3姉妹が揃って日本一だからね。兄弟ね、姉妹じゃなくて。そうそうそう、兄弟。すごい。うん。10歳と9歳と7歳。この家族計画感、お父さんのソロ版すごいね。お父さんもそろばん上手。あ、お父さんもそろばん上手。暗算、暗算かね。お母さんは暗算で。じゃない。うまい。うまい。多分。山田くん、ザワッと持ってきて。すごいね。本人、あって言ってました。気づいたみたいな。気づいたポイントがあるよ、ありましたね。普通に暗算って言った後に気づきましたよね。暗算とかかるっていうところにね。でこれはでも良かったですね、はい、これはもう文句なしの受賞で、うん、はい、あのソロ版の暗算がベストオブアドリブということで、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ぜひ、これがね30回って1個しかないっていうことはアドリブがどんだけ効かないかっていうことなんで、もう僕としてはもっとぜひこうアドリブも前面に出していただけたらなと、はい、気をつけます。思いますんで、ちょっと、1回特徴順番変えていい、時間的にベストオブボイスチェンジャーの方に言っていいですか。はいはい、はい、じゃあベストオブボイスチェンジャーということで、うん、たまにね、うん、ちょっと声を変えてちょっとラジオ放送した作品が、まあ、2作品あったんですけど、うん、エントリーはちょっと1作品ということで、はいはい、じゃあこれを聞いてください。3月29日琉球新報社会面、霧学大っていいのかな、准教授逮捕ということで、浦添署は28日大麻を所持していたとして大麻取締法、大麻取締法違反所持の疑いで、うん、浦添市教塚の沖縄キリスト教大学 大学准教授のジェフリー・シンハ容疑者を逮捕したと。で、逮捕容疑は28日午前9時59分ごろ浦添市教塚の自宅で大麻を少量所持した疑いと。で、まあ、入手経路など捜査を進めているということで、これどうですか。じゃあ、なんか多いね、この麻薬絡みのお話が、まあ、沖縄でもかという、うん、いうとこなんですけど、まあ、ちょっとまあこういうのもあるんで、ちょっとこれはもう社会問題になりかねないんで、うん、今回そう、またちょっと取材というか、その栽培してる人に、あ、そっか、うん、またちょっとインタビューしてきた。ああ、いいね、貴重な、うん、ちょっと前一回流れんかったんですけど今日大丈夫かな。じゃあ一回ちょっとその様子を流してみます。はいはい、ぜひ聞いてください。最初は友達に勧められてベランダで栽培し始めました。自分で栽培できるか不安だったんですけど、たくさん収穫できてだんだん楽しくなって、去年の台風の時は部屋の中に入れてました、うん、部屋の中匂いがすごかったですね。でも自分で作るとやっぱり味が良くなるんですよ。これからも頑張ってトマト育てます。
いということで、トマトを庭で育てた人にちょっと話聞いて。奥浜やの俺の話でしょ。ということでね、これも、聞けるわけないからね、大麻栽培してる人に、そもそも。聞けたとしたらすごいけどね。そうだね。このまたアプリがあってね、うん、このちょっと声を変える。で、それでちょっと遊べないかということで。うん、まあ、最近ちょっと大麻の問題が結構本当に多いね。多くて。で、最近ちょっと、まあ、記事じゃないけど、うんうん、沖縄で結構本島で大麻がすごい、なんか40億とか何円分だって、450億円分ぐらい。覚醒剤でしょ？あ、覚醒剤か、はいはいはい、がね。で、実はあれ、石垣港はスルーしてたっていうね。実は話なんです。チェックの甘さが、ね、甘い。ね、あったりということで。まあ、本当あと一つちょっとベストオブ、森をね。もあったんですけど、ちょっと時間の関係で。はいはい。ちょっと結構ね、今回選考会でだいぶこう、ネタが漏れてるのもあって、うん、まあ、かなり厳選してね、うん、まあ、お送りしたんですけど、どうですかね？これ楽だね、こう。まあ、ほとんど喋ってないからね。そう、今日楽だなと思って。まあ、確かにね。ただ打ち上げに行くという。いやでも改めて聞いてもね、うん、面白いのあったんで、うん、まあ、次もちょっと記念会で、はい、第2回ああ、はい、あちゃんとデミー賞、はいはいはい、ね、ちゃんとデミー賞またできるようにね、はい、またできたらいいなと思いますんで、うん、でも今日ね、そのツイッター、うん、ツイキャス、ツイッターでもなんかすごい面白いってこと、面白いって言ってんの、はい、めっちゃ食いついていただいて、女の子かどうかは分かんないですけど、わかんない、はい、何さんって人、なんていうの、ブルガリさん、あ、嬉しいですね。すなんかもっとこの番組宣伝しないとって言ってくれてますよ、本当、はい、やっぱり聞いてくれる人はいるんでね、頑張りましょう。時間をもうちょいね早い枠してくれ、ちょっとややこしいから今それ言わないで、そうですね、はい、ということで、はい、ちゃんとデミー賞、うん、第1回終了ということで、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ CM お願いします。ちゃんとしないと、そう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 、チラシがちゃんとありますんで。ミッキー全然知らないことが多いな最近。最近でも飲み会が減ってるしね。ウォーターホテル満室なの。すごいな。バスレーンをもっと活用しようみたいな意味です。BMW だと思う。うん。え？わかんない。でも多分知らない人だと。あれ、高知さん、安心してください。5部屋空いてます。怖いわ。大丈夫や。高知っていう何の人？高知。高知さんじゃない。高知登るだよね。ちゃんとしないと。怖いわ。はい、はい、ということで、怖くないよ。はい、はい、ということで、でも。特別番組でもこのコーナーだけは一回も切らさずやってますんで。なるほど。ファンがいますんで、これには。いますかね。いますいます。行きたいと思います。大人のホテル情報。わーということで、これな、もうさっきね、さっき10時45分現在。うん。ほやほやの。はい。大人のホテル空き情報。早速聞いてます。ホテルエンゼル。高知さん、安心してください。5部屋空いてます。ホテルで密会してたけど。あ、そっか、はい、ということで続いてかくれんぼクラブ満室でーす。かくれんぼクラブ満室じゃないよ。偽情報をちょっとお伝えしないでください。あ、ほん、はい、あ、順番変えて読んでるね。はい、こっちの順で読んでますんで、ごめんなさい。かくれんぼクラブは安心してください、5部屋空いてます。はい、正解。続いて最後、ウォーターホテル満室でーす。でしょうね。先に言っとるからね、満室って。言わんでもわかるけど。直しの順番が。確かにね。確かに。ちょっと直しちゃんとだな。すいません。うん、まあいいや。ということで。はい。もう早くもエンディングですけど。面白かったですね。まあでもね。はい。笑うたってまた来てます。本当？いい反応を示してますね。できればね、この、うちはノリじゃなく伝わると一番いいけど、ね、はいはい、まあ、楽しい動画を今日厳選してお送りしてるんで、うん、まあ、ある意味ベスト版ですよね。ちゃんとして。普段全然面白くないからね。いやいや、面白いですか。
で最後、はい、恒例の歌の方もこの今まで30回放送の中であベストオブレコ隊みたいなのがある、はい、ベストオブ、マサキズソングということで今日はこの歌をお送りしたいと思います。はい、ジャッキーチェーンじゃなかった岡本正樹でポリスストーリー。はい、練習も何もしてない。ああ、なるほど。こんな状態で俺にゴルフをさせるなチンポイ、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 チ